固定電話かかるってダメなんですよ。固定電話はもちろん書く必要、これは正々堂々と会社がありますよっていうことなんだ。でメールも書く、いつでもあなたの連絡をお待ちしてますっていう意味だ。だからホームページはきちんと書く、どうぞご覧になってくださいっていう、裏取ってくださいねって、そういう意味なんです、問い合わせって。でそういうふうに書いておいて、あ、して固定電話が転送されるからいいじゃないかっていう人がいた、そんなの知らねえ新聞記者だって、転送されるとかどうかなんて書いてないんだ。そういうことではなくて、ダイレクト24時間でもいいから私はいつでも問い合わせに応じる担当者をつけましたっていう意味なんです。